一人の修道士が言うことを聞かないロバと格闘しているのを他の修道士は笑って見ているばかりで助けもしない。絵はスペイン人画家エドワルド・サマコイスイ・サバラの手になる歴史がレグレソあるカンベント。1868年の油彩画。分野はアカデミック美術。シャーデン・フロイデとは自分が手を下すことなく他者が不幸、悲しみ、苦しみ、失敗に見舞われたと見聞きした時に生じる。 喜び、嬉しさといった心よい感情。遮断フロイデは、損害、害、不幸などを意する、シャディンと、喜びを意する、フロイデを合成したドイツ語であり、意味合いとしては、他人の不幸を喜ぶ気持ちもしくは、人の不幸を見聞きして生じる喜びを言う。英語に導入されているが、文法の違いにより、後頭の大文字は小文字化する。語源学的に紐解けば、以下の通り、 ロマンホリデーズに酔いしれるローマ市民は、不甲斐なく破れた、剣闘士にとどめを刺すよう、勝者に向けて、親指で、敗者を殺せと指図している。遮断フロイデイストダイシュンスタフロイデ、デンシェンコムトフォンヘルツェン、という言葉ざもある。ドイツ語説で示した通り、英語には、釈用語としてほぼそのまま導入されており、遮断フロイデとつづる。また、旧来の英語では、 他人の犠牲において楽しむ娯楽を意味するロマンホリデーが相通じる表現と言える。この語はローマ人が休日に円形闘技場で行われる剣闘士の死闘や罪人の残酷な処刑などといった見せ物を楽しんだことに由来しており、日本語訳ではローマの休日あるいはローマ人の休日という書質は イングランドの詩人ジョージ・ゴードン・バイロンが1812年から1818 18年までの間に表した旅行記、チャイルド、ハロルドの巡礼の18年編に初週の一節 HE、ゼア・サイア、ブッチャー、D2 メイク、A ロマン・ホリデーである。なお、1953年製のアメリカ映画、ローマの休日は全くの無関係。における類語としては、 春秋差し伝の昇降20年と紀候14年にある表現、交際、落花がある。これは他人の不幸を見て楽しんだり喜んだりすることを意味し四字熟語になっている。落下幸い祭も同義の四字熟語で出典は同じく春秋差し伝の昇降20年と紀候14年である。同書の編纂者が 左級名であるという伝承に基づく限りでは、いずれも書室は左級名の存命中ということで、春秋時代以内。歴史書、春秋の編纂に、孔子が関わっているなら、孔子の存命中に、左級名が注釈書、春秋差し伝を手掛け始めるとは考えられないため、その着手は、紀元前479年より早くはない。 記述に該当する異性者と知性と西暦年は、炉の第16代君主、昭光の20年で、紀元前674年、及び炉の第18代君主、紀光の14年で、紀元前646年。日本語では、ザマーミロの感情である。シャーデンフロイデのルイギン語としては、隣の貧乏ガモの味及び、隣の貧乏ガンの味があり、 隣の不幸は鴨の味、隣の不幸は蜜の味、隣の不幸は大の,の,の味、他人の不幸は蜜の味などとも言う。人の過ち我が幸せ、隣で餅つくキネの音一つ食いたい重木餅、隣で蔵が立てば、こちらで腹が立つ、隣ゾネミも類似語。また、これらに加えて、SNS 黎明期の2000年代前半に、 他人の不幸で今日も飯がうまいの略語としてに、チャンネルから生まれたインターネットスラング、飯馬があり、その後、他人の幸福で今日も飯がまずい及び、自分が不幸で今日も飯がまずいという意味の対義語、飯まずも派生した。ベンゼーブは、シャーデンフロイデが生じる状況の典型的特徴について以下の3点を挙げている。他者の不幸が相応と知覚されている。 不幸の責任の所在によって、シャーデンフロイデの生じやすさは変化する。その不幸が、他者自身の落ち度であれば、シャーデンフロイデが生じやすいが、不可抗力な事態であれば、シャーデンフロイデは生じにくい。他者の不幸が深刻ではない相対的に小さい不幸に、対してシャーデンフロイデは生じやすい。誰かが死亡するなど、深刻な不幸に対しては、シャーデンフロイデは生じにくい。 他者の不幸に対して、受動的である意図的に相手を不幸に陥らせるわけではなく、たまたま見聞きして幸福感を得る点で、攻撃行動やサディズムとは異なる。シャーデンフロイデが喚起される重要な要因に、復讐心があると想定されている。フメリーを使った実証実験では、女性の復讐心がネタミに分散するのに対し、男性は自分に不利益や不正を働いたものに、 降りかかる不幸は、シャーデン・フロイデに直結することを示している。ニーチェは、シャーデン・フロイデについて、平等性の勝利と回復についての最も卑俗な表現と述べている。シャーデン・フロイデとは何らかの不幸性や不平等を感じていたものが、他者が見舞われた不幸によって果たされる消極的な復讐と言える。シャーデン・フロイデを、自分と不幸に見舞われる他者を社会的比較を経て、 生じる感情の一種として捉える立場もある。リチャード・エイチ・スミスは、社会的比較によって生じる、様々な感情について、他者に生じた出来事が自分と他者にもたらす結果という、観点で、自分と他者の社会的優劣による、上下比較と、自分と他者の感情がある維持していれば、同化的、その逆なら、対比的というパラメータに分け、4証言マトリックスで整理した。 スミスの分析では、シャーデン・フロイデは、対象を自分より劣ったものとみなす、過方比較によって生じる感情であり、不幸によって悲しむ他者の状況に、自分は喜んでいる点で対比的と言える。他者に対して、あらかじめ抱いていた感情がシャーデン・フロイデを促すという仮説がある。とりわけ妬みは、シャーデン・フロイデと表裏一体の感情と捉えられている。 ネタミとは自分にはないものを持つ他者を見て、自分が劣った存在であると自覚する、自己意識である。上記のマトリックスで言えば、情報比較となり、ネタミとシャーデンフロイデは、対極的位置にある。架空の人物による仮想場面を用いた実証実験によって、ネタミがシャーデンフロイデを促すこと、異性より、同性に対してその傾向が強くなること、ネタミがシャーデンフロイデに変化する。 脳内プロセスが明らかにされている。アメリカのテレビアニメシリーズザ・シンプソンズのシーズン3の第3話ホーマーの願い事はシャーデン・フロイデをテーマにしている。岡田敏夫はこれがシャーデン・フロイデという語の一般社会における書出ではないかと推定している。内容は以下のようなものである。 主人公のホーマー・シンプソンズは理想的な家庭にも仕事にも恵まれて人格的にも火の打ちどころがない隣人ネットフランダースのことをいつも羨ましく思っている。そのネットが会社を辞めて左利きの専門店を出すと言い出した。何をやってもうまくいくネットのことがとにかく面白くないホーマーはネットの店なんか客の入りが悪くて潰れてしまえばいいとついつい願ってしまう。 ネットは実際に開店したが、ホーマーが見に行くと、店はガラガラであった。帰宅したホーマーは、痛くご機嫌で、ネットの店のありをさも嬉しそうに家族に言いふらす。すると、年派も行かない娘のリサから、パパ、それは、シャーデンフロイデというものよと指摘されてしまった。それはなんだと、ホーマーが聞くと、リサは、ドイツ語で、他人の不幸を喜ぶ恥知らずっていう意味よ。 かなり辛辣に解説してくれた。これを聞いたホーマーは、単純な性格の自分に、そのような屈折した感情があるのに驚き、あたふたとして苦しい言い訳を始める。いつもチヤホヤされて、幸せそうだったから、パパもつい、とつぶやくのであるが、娘は軽蔑の目を向けるばかりであった。ありがとうございます。